行け、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。ねえねえねえ、マブダーシって誰だっけ？マブダーシというのは、昔この国第一の実力者だった人。生まれたばかりのプリンセスを小さな船に乗せて川へ流した人。わしは年老いたマブダーシ。このわしに聞きたいことというのは？この国デルデルのこと、わからないことがいっぱいあるのよ。ね、あった。そう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 。んで、まず最初に聞きたいことは、この国のプリンセスのこと。おお、あれ、あら、なに、この国のプリンセス。そうよそうよ、そうなのよ。ね、あった。そうそうそう、うん。あれどないしたんやろな。さあ。ああ。思い起こさば15年前、この国にプリンセスが生まれたまいし、ちょうどその日痛ましやこの国の国王様はお亡くなりになったのだった。わしは思った。父国王の死んだ日に生まれたプリンセスにはたたりがあると。わしはそのプリンセスを川に流した。今にして思えば、わしはなんとむごいことをしたことか。生まれたまいしプリンセスに何のたたりがあるものか。罪もなく汚れも知らぬ赤ん坊を川に流してしまうとは、わしにこそ罪がある。悔やんでも悔やみきれない過ちを、ああ、わしは犯してしまったのだ。そう、そうなの。やっぱり後悔してるのね、この人。あの、ところでそのね、マブダーシさんよ、その後や、つまりな、国王さんが亡くならはった後、この国はどないな具合になりょたんかいね。では説明しよう。ザンザザンザンザーン、呼べばすぐ来る、呼ばなくたっても出てくる、私は花のアナウンサー。マブダーシに代わってこの私が説明するからよくお聞き。国王がお亡くなりになった後、国王に代わってこの国を治めたのは、何を隠そう、当デルデル第一の実力者、このマブダーシその人であったのでありました。世の中うまくいっていた。君を知るやデルーデル、花は咲き乱れ、鳥は歌い、平和が続いておよそ10年。ところがマブダーシが年を取るにつれ、言うことも聞かないものが増え始めたのであった。その中心人物はなんと大統領であった。わしの片腕として頼りにしていた大統領が公然とわしに逆らい、わしの悪口を言い始めた。そしてパリに亡命した。え、ごめん、間違い。スパゲッチ大統領とマカローニ夫人はわしを追放し、権力の座についたのだ。これにて説明終わり。花のアナウンサーでした。ねえねえねえ、マブダーシ、
クイーンはどうなったの？この国のクイーンは。大統領夫妻にとってクイーンは邪魔者、目の上のタンコブ。都から追い払われ、夏とはいえど固い中、一人ぼっちのわび住まい。ちょっと待ちなさいよ。そのクイーンがやね、急におらんようになってしもったんじゃがな。行方不明なんじゃよ。うん、それも大統領夫妻が臭い、あいつらの仕業に違いない。大統領夫妻はなんと自分たちの子ケチャップをこの国の王にしようと企んでいるのじゃ。ああ、プリンプリン、俺の胸は燃えている。俺の頭は君のことでいっぱいだ。俺の心臓はプリン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 と音を立てて動いている。プリン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 、どうして君の心臓はケーチャップケーチャップという音を立てないんだ。うーん、イエ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 イ、プリン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 、おーおーおー、ケーチャップケーチャップケーチャップ、ヘイ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 、イエイエイエイ、ケーチャップケーチャップケーチャップ、フィーバーフィーバーフィーバー、ケーチャッププリンプリン。おい、お前の心臓どんな音なんだ。ドック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 、ワンダフル、英語だぜ。マカローニ。何スーパゲッチ。面倒なことになる。何が？ミスター怪人ランカーが来る。このデルーデルへ？で、別荘を建てたいと言ってきた。いいじゃない。お前はプリンプリンを開かずの部屋へ閉じ込めたでしょう。そのことで文句を言われたらどうする？なんとかごまかすわ。それにもうあそこからは出したんだし。でもあの女はまだ入れたまんまだな。クイーン？そう。ミスターランカーに関係ないでしょ。しかし心配なら他のどこかへ移します。そうした方がいい。それよりね、スーパゲッチ、私は息子のケーチャップのことが心配なんですよ。だって一日中プリンプリンの写真を見てはため息ばかり。大統領夫妻がね、特にマカローニ夫人がね、ケーチャップを王様にしようとして一生懸命らしいわ。ねえねえ、ボンボン。うん、なんだよ、サゲ。大統領と王様はどう違うの？それはまあ、教えてやってもいいけどよ。そういうことはさ、火星人に聞きな。大統領というのは選挙で選ばれるのです。だから、次の選挙で負けたら大統領ではなくなります。王様は？王様は、いつまでも王様です。死ぬまで王様です。大統領の息子はどうなる？大統領の息子だからといって大統領にはなれません。王様の息子は？王様の長男は次の王様になります。なおい、火星人。はい。もしもだよ、もしもプリンプリンがこの国のプリンセスだとしたらどうなるんだよ。他に兄弟がいなければプリンプリンはやがてこの国の女王様になるでしょう。女王様か、すげえや。そしてプリンプリンの子供は王様か女王様になり、その子供はその次の王様か女王様。ねえねえ、聞いた？プリンプリン、君はね、どうしたの？ねえ。私ね、そういうことはどうでもいいの。私は生まれたところ、生まれた国、故郷を知りたい、祖国を知りたい、そしてお父さんに会いたい、お母さんに会いたい。私が今思っているのはそれだけ。ここが、このデルーデルが君の祖国かもしれないのですよ、プリンプリン。そうね、そうよね。どこにも花が咲いている、美しい国、デルデル。もしもここが祖国なら、クイーンが私のお母さん。
エドロよ、また昼寝か。とんでもない、忙しいんですよ。私はベルーデルに別荘を建てる件だが。ああ、スーパゲッチ大統領から OK が来ましたわ。当たり前だ。世界のどこの国だってわしの要求を断ることはできない。そんなことをしたら優秀なランカー紹介制の武器が手に入らなくなる。ああ、そのことなんですけど、ランカー様。なんだ。デルデルって国は今までちっともランカー商会の武器を買っていませんわ。なぜだ。貧しいからだ。金がないからだ。デルデルは国中が花畑だ。しかし花など作っても儲からん。だから貧しいのだ。そうかしら。わしはデルデルに行く。その理由は何か。分かってますわよ。プリンプリンに会いたいから。いや、それもある。しかしそれだけではない。おや、ランカー様、ランカー様。なんだチンタム。どういうわけか世界中から注文が殺到。今はそういう時代なのだ。儲けるのは今ですわ。チンタム、どんどん売りつけな。はい、そうしたい気持ちは山々なれど生産が追いつきません。在庫空っぽ。中古だって旧式だって構わないから、ペタペタペンキ塗り替えて売りつけな。それに間もなく新しい工場ができる。そうなればもっともっとたくさんの武器ができるぞ。新しい工場ってどこへ作るんですか、ランカ様。決まっておる。デルーデルだ。デルーデルの花畑を潰して新しい工場を作るのだ。プリンプリンがほんまにこの国のプリンセスかどうか、その手がかりをつかみたいと思うてここまで来たんやけど。マブダシからそのこと聞くの無理みたい。そういうこっちゃね、でもね、この国の大統領夫妻が悪者だってことは分かったわね、アット。よし、直接大統領夫妻に当たってみるか。やるぞ、見ておれ。小生は世界一の名探偵。あ、男らしいあんたって好き。マイホーム。ワットさん。プリンプリン。わあ、あなたもうマブダーシの家まで行ってきたの？ねえ、マイホームさんに会えた？違うんで、僕途中で噂を聞いた。だからそっから戻ってきた。噂ですって？ランカーがここへ来るらしい。本当？だって別荘作ってるよ、完成直前。いやだな、ランカーなんて。キーキキキーキキキキキー。お願いよモンキー、あなたは私の守り神。キーキキーキキキキー。それよりね、スーパゲッチ、私は息子のケイチャップのことが心配なんですよ。だって一日中プリンプリンの写真を見てはため息ばかり。大統領夫妻がね、特にマカローニ夫人がね、ケイチャップを王様にしようとして一生懸命らしいわ。ねえねえボンボン。なんだよおさげ。大統領と王様はどう違うの？いい、それはまあ教えてやってもいいけどよ。そういうことはさ、火星人に聞きな。大統領というのは選挙で選ばれるのです。だから次の選挙で負けたら大統領ではなくなります。王様は？王様はいつまでも王様です。死ぬまで王様です。大統領の息子はどうなる？大統領の息子だからといって大統領にはなれません。王様の息子は？王様の長男は
次の王様になります。なおい火星人、はい、もしもだよ、もしもプリンプリンがこの国のプリンセスだとしたらどうなるんだよ。他に兄弟がいなければプリンプリンはやがてこの国の女王様になるでしょう。女王様か、すげえや。そしてプリンプリンの子供は王様か女王様になり、その子供はその次の王様か女王様。ねえねえ聞いた、プリンプリン、君はね、どうしたの。ねえ、私ね、そういうことはどうでもいいの。私は、ねえねえ、マブダーシって誰だっけ。マブダーシというのは昔この国第一の実力者だった人。生まれたばかりのプリンセスを小さな船に乗せて川へ流した人。わしは年老いたマブダーシ。このわしに聞きたいことというのは。この国出る出るのこと、わからないことがいっぱいあるのよ。ね、あった。そう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 。んで、まず最初に聞きたいことは、この国のプリンセスのこと。おお、あれ、あら、なに、この国のプリンセス。そうよそうよ、そうなのよ。ね、あった。そうそうそう、うん。あれどないしたんやろな。さあ。ああ。思い起こさば15年前、この国にプリンセスが生まれたまいし、ちょうどその日痛ましやこの国の国王様はお亡くなりになったのだった。わしは思った、父国王の死んだ日に生まれたプリンセスにはたたりがあると。わしはそのプリンセスを川に流した。今にして思えば、わしはなんとむごいことをしたことか。生まれたまいしプリンセスに何のたたりがあるものか。罪もなく汚れも知らぬ赤ん坊を川に流してしまうとは、わしにこそ罪がある。悔やんでも悔やみきれない過ちを、ああ、わしは犯してしまったのだ。そう、そうなの。やっぱり後悔してるのね、この人。あの、ところでそのね、マブダーシさんよ、その後や、つまりな、国王さんが亡くならはった後、この国はどないな具合になりょたんかいね。では説明しよう。ザンザザンザンザーン、呼べばすぐ来る、呼ばなくたっても出てくる、私は花のアナウンサー。マブダーシに代わってこの私が説明するからよくお聞き。
国王がお亡くなりになった後、国王に代わってこの国を治めたのは、何を隠そう、当デルデル第一の実力者、このマブダーシその人であったのでありました。世の中うまくいっていた。君を知るやデルデル、花は咲き乱れ、鳥は歌い、平和が続いておよそ10年。ところがマブダーシが年を取るにつれ言うことも聞かないものが増え始めたのであった。その中心人物はなんと大統領であった。わしの片腕として頼りにしていた大統領が公然とわしに逆らい、わしの悪口を言い始めた。そしてパリに亡命した。え、ごめん間違い。スパゲッチ大統領とマカローニ夫人はわしを追放し権力の座についたのだ。これにて説明終わり。花のアナウンサーでした。ねえねえねえマブダーシ、クイーンはどうなったの？この国のクイーンは。大統領夫妻にとってクイーンは邪魔者、目の上のタンコブ。都から追い払われ、夏とはいえど固い中、一人ぼっちのわび住まい。ちょっと待ちなさいよ。そのクイーンがやね、急におらんようになってしもったんじゃがな。行方不明なんじゃよ。うん、それも大統領夫妻が臭い。あいつらの仕業に違いない。大統領夫妻はなんと自分たちの子ケチャップをこの国の王にしようと企んでいるのじゃ。ああプリンプリン、俺の胸は燃えている。俺の頭は君のことでいっぱいだ。俺の心臓はプリン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 と音を立てて動いている。プリン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 、どうして君の心臓はケーチャップケーチャップという音を立てないんだ。うーん、イエ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 イ、プリン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 、おーおーおー、ケーチャップケーチャップケーチャップ、ヘイ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 、イエイエイエイ、ケーチャップケーチャップケーチャップ、フィーバーフィーバーフィーバー、ケーチャッププリンプリン。おい、お前の心臓どんな音なんだ？ドック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 、ワンダフル、英語だぜ。マカローニ。何スーパゲッチ、面倒なことになる。何が？ミスター怪人ランカーが来る。このデルーデルへ？で、別荘を建てたいと言ってきた。いいじゃない。お前はプリンプリンを開かずの部屋へ閉じ込めたでしょう。そのことで文句を言われたらどうする？なんとかごまかすわ。それにもうあそこからは出したんだし。でもあの女はまだ入れたまんまだな。クイーン？そう。ミスターランカーに関係ないでしょ。しかし心配なら他のどこかへ移します。そうした方がいい。それ